曜の約束、きちんと10分前に来て待っていたようですわね。あなたから誘ったんですもの、当然ですわよね。でもまだまだです。本物の紳士なら30分前に約束の場所に来るぐらいの気遣いが必要ですからね。まあ少しだけ感心してあげましょう。私を待たせるような無様な真似をしたら、その場で右の方を引っ叩いてやるところでしたから。もちろんあなたは右の方をぶたれたら、左の方もお尻も差し出さないといけませんわよ。引っ叩くと言っているのに何を嬉しそうにしていますの。まったく良いですか。あなたのようなどうでもよろしい身分の方の誘いを、私みたいな高貴なレディーが受けて差し上げたのです。自分の幸運を神に感謝し、今日の出来事を生涯の誉れとされてもいいくらいですのよ。ん？あなたどこをガン見してるんですの。大きすぎて嫌でも見てしまう。まあ先ほど乗ってきた車はあなたのような庶民にとってはそう見えるかもしれませんわね。何か言いたいことがありますの。そういうまるでお子ちゃまでも見るような目を私に向けることが許されると思っていますの。え、何ですって。とても大きい胸を見ていた。もっといけませんわ、いやらしい。そんな服着てたらどうしても胸が目立つ。これは本日のためにわざわざ。もう私の服のことなんてどうだって構いませんわ。いやらしい目をした以上罰が必要ですわね。さあここにひざまずいて靴をなめなさい。じゃなくて、そうですわ、膝をついて謝罪なさい。あなた程度の人間ではご存じないかもしれないので教えて差し上げますが、真の紳士たるもの、高貴なレディーの機嫌を損ねた場合そのようにするものですのよ。さあやり方を教えて差し上げます。言う通りにしなさい。その場に膝をついて腕を胸に当てて、そう